皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは勉強しているけど結果が出ないという悲しいタイトルです。皆さんの中にも一生懸命勉強してるんだけどアテストダメなんだよねって人いませんか？原因はいろいろあると思うんですけれど、今回はその原因のうちの2つを取り上げてみたいと思います。皆さんの中にあ、このパターン自分のパターンだというものが当てはまったという人はこの動画を参考に勉強の仕方見直してみてはどうでしょう。まず1つ目のパターンですね。丸暗記だけで内容を理解していない勉強をしている人、とにかく一生懸命覚えること暗記することだけが勉強だと思っている人ですね。こういう勉強をしている人はやはりテストの結果よくありません。まず一生懸命覚えると言っても言葉だけを覚えているのですぐ忘れちゃうんですよね。だからテストの時思い出せない。それから言葉を知っていても内容を理解していないから質問の仕方が変わると答えられない、こんなふうになっちゃうことがあります。また記述問題がめちゃくちゃ弱い、ね、そういうパターンにもなりますよね。じゃあこういう人どうすればいいかというと、暗記をするとき内容も一緒に理解していきましょう、ね、言葉だけをポンポンポンと暗記するって、このパターンは実は記憶に残りにくい、忘れやすいんです。でもそれにちゃんと言葉と理由、ね、問題の解き方なんかくっついて覚えると実はね記憶に定着しやすいんです。ですからこの理由の部分をしっかり一緒に覚えていきましょう。じゃあどんなふうに勉強すればいいかというと、誰かにこの問題どうやって解くのとか、これどうすればいいのと聞かれた時ですね、あ、これはこれこれこうだからこうやって解くんだよと、ね、この言葉はこういうことだから答えはこうなるねと説明できるようになることが、やはり理由を理解して勉強しているということになります。説明できる、理解しているということですよね。ですからもう暗記するときもそれを意識して勉強してください、ね、誰かに説明してあげると、どんなふうに説明したらいいかなってことを意識しながら勉強していくと、そうすることによってもともと暗記することこのパターンの人得意ですから、そう意識を変えるだけで成績は上がっていきます。2つ目のパターンです。これちょっとね1と被るところもあるんですけれど、それはインプットするだけでアウトプットの練習をしないというパターンです。インプット覚えるだけ覚えて質問に答える練習をしないということですね。覚えることに一生懸命で自分自身が質問に答えられるかどうかって実は気づかないんですよ。ですから実際テストの時、あ、この問題やったことがある、あ、でもなんだっけと言って解けないという結果になってしまう。なぜかというと、せっかく覚えたものを頭の中から引っ張り出す練習をしてないから、テストの時もそれを中から引っ張り出せないということですね。引っ張り出せないってことは結局は勉強してなかった時と同じ、結果的にはそうなります。ですから自分でもねこれ覚えたと思ってるんだけど気づかないんですね。ですからアウトプットができて学習内容が身についているかどうか、これは自分で気づくことができるということです。ですから必ず質問に答えられるかどうかをしっかり確認しながら勉強を進める必要があります。アウトプットができたら、あ、これは自分で分かってるんだ、つまずいたら、ね、思い出せなかったら、これはまだ身についてるからまだ覚え直さなきゃいけないということですよね。アウトプットをすることによってそういうことに自分自身で気づくことができると。だからぜひアウトプットをしながら勉強を進めていってください。そしてアウトプットの練習をすることでさらに知識が定着して使えるようになっていくと。え、アウトプットの練習って面倒くさい、大変だ、こう思ってる人も多分いると思います。でもそれって毎回
書かなきゃいけないと思ってるからじゃないんですか。もし漢字を書く練習とか英語のスペルを書く練習じゃなければですね、毎回書く必要はありません。質問文これを読んで口に出して答えられるかどうか、これを確認してください。質問読んで答える、声に出して答える、質問見て声に出して答えると、ね、口に出して言えるってことは答えられるってことは分かってるってことですね。それなのにこの練習をしないで頭の中に入っていないのに一生懸命頭の中から絞り出そうとして答えを書こうとする人いるんですよ。意外と多いんです、このパターン。勉強したから頭の中に入っているって、いやアウトプットをこれやってないんで実は入ってなかったかもしれないんですよ。そのことに気づかないんですね。アウトプットをする練習をしないからそのことに気づかない、気づかないままテストを受けて悲惨な結果というふうになってしまうんですね。ですから必ず勉強にはアウトプット、勉強したらアウトプット、この練習をしてください。割合的に言うと私の個人的見解ですけれど、インプットを2だったらアウトプットを8回やると、このくらいのつもりで勉強を進めるとこの学習内容は定着しやすいと思っています。もちろんそんなに時間がないんだったら、2対8じゃなくても7対3でもね、まあアウトプットが7、インプットが3でも構いません。とにかくちょっとインプットよりアウトプットの量を多くして練習していくと成績はきっと伸びると思います。今回は勉強しているけれど結果が出ない、その原因の2つ、ね、紹介しました。ぜひこの動画が皆さんの役に立つこと、これを願っています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。